こんばんは。わあわあ。なんか曇ってますか、画面。曇ってないか。なんかぶら下がってる。こんばんは。今日も可愛い、嬉しい。さすがに口に色なさすぎなさすぎたね。今日はね、一日収録してましたよ。いや、本当にお腹空いてて、朝からってか、お昼、朝集合で朝ごはん食べずにそのまま収録してて、マジで本当に3本目、1本目と2本目の収録はまあ大丈夫だったんですけど、3本目あたりから本当にお腹鳴ってて、お腹空きすぎててやばかった。ずっと隣にいたメンバーさんと、お腹空いたねってずっと言ってた。こんばんは。4本撮りだったかな。4本撮り。うん、ね、お腹鳴ったらマジで恥ずかしい。てかお腹鳴ってました。これさ、ずっとなんか画面が曇って見えるの、これ私の目が曇ってるのかな。画面がずっと曇って見える。そう、曇ってない、みんなの方は。こんばんみ、こんばんみ。え、なんか曇ってませんか、画面。そんなことない、曇ってないか。あ、曇ってない、よかった。755の3日分のコメント全部読んだの偉いね。え、読みました、読みました。むしろ遅くなって本当にすいません。読みました、ありがとう。コンサートの755のコメント読んだよ。リプはね、結構前っていうか、リプは一番最新だとか分かんないけど、リプはほとんど読んでて、でも755はさーっと目を通す、そのコンサート終わりとかにさーっと目を通すぐらいでしっかり読めてなかったので、昨日読みました全部。ありがとう。ふみちゃん細いけど食いしん坊さんなの。うん。よく食べます。今日も終わってからすぐお弁当食べたんですけど、もう一個食べようとしてたけど、まあ、時間的に無理そうだったので諦めました。いつも長文すます。え、全然ですよ。嬉しかったよ。やっぱ選抜としてコンサート出たいなって思いました。みんなのコメント見てたら余計思ったね。うん、運転しながら聞いてるよ。あら、気をつけてね。うん、明日誕生日なの。おめでとう。初見です。ありがとう。ありがとうございます。初見マークついてないけど。明日の部活へのエールください。ファイティーン。いっ
歩ずつ進んでると思うけどね。うーん、まあね、そうだね。けどその一歩がね。でも私さ、やっぱ AKB がすっごい好きだからさ、なんか今の選抜メンバーのこともすっごい好きなのよ。そう、本気で可愛いって思ってるし、本気で一人一人のこと好きだし、素敵だなって思うし、そうなんだよね。だってさ、今の選抜メンバーのことがもし嫌いだったらさ、多分今の AKB もさ嫌いじゃないですか。だけど、うん、そう、だからさ、なんかね、七五の写真可愛すぎて即保存した。え、ありがとう。選抜メンバーで誰が一番好きなの？選べません。まあ、誰か一人絶対選べって言われたらズッキーかな。でもさ、なんかやっぱ今回のさ、結構アーカイブ見たんですけど、軽くね、やっぱカメラ割と前回のゆきりんさんプロデュースコンサートは割とね、みんな結構抜かれてたんですよ。だから今回もそうかなと思ったけど、今回は結構選抜がカメラに抜かれてるって感じだったから、そう、モニターとかにね。でもまあ、ファンの方はさ、やっぱさ、肉眼でっていうの、モニター越しじゃなくても距離的に見える人は見てくれたりするけど、やっぱ遠い方とかはさ、やっぱね、モニター見たりとかもすると思うから、やっぱね、そうなるとはね、選抜会いたいなって思うし、なんか選抜の方見れば見るほど、うわ、この方たちと一緒に仕事したいなって思う、すごく。VR 以外のやつ、メンバーも見れる。なんかね、アーカイブ VR で見えたんですけど、マネージャーさんになんか聞いたんですよね。コンサートの映像見れませんかって。そう、メンバーが見れるやつとかないですかって。でもさ、やっぱ自然とさ、話題なんか、やっぱ新しい子に行くじゃないですか、話題とかさ。選抜だってさ、18期生の枠がさ、もう一個できたらさ、もうまた一個枠減っちゃうじゃないですか。ねえ、そうなるとどん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 遠くなるというか、難しくなるけど、なんかさ、やっぱ優しさとかでさ、いつか入れたらいいねとか、なんか今の選抜がね、結構半分くらい卒業したら入れるよとか、なんか言ってもらえることもあったりするんですけど、でもなんかそれじゃ意味ないんですよね。今の選抜、今の自分が大好きな AKB だし、今の大好きな選抜の中に入りたい、もうすごく。うん、楽しかった。でもコンサート本当にありがとうございました。3日間コメントしっかり読ませてもらいました。ねえ、なんかこんなに応援してくれる人がいるってすごい幸せなことだなって改めて入りました。実力で入りたい、そういうっていうよりも、なんか今のメンバーがいるときに入りたい、ゆきりんさんとかさ、うん、ねえ、でも本当にみんながヘビロテセンターにしてくださったりとか、本当にそういう一つの一つのことってすっごい大きなことだと思うし、やっぱゆきりんさんもね、
SNS とかお話し会とかは少しねそういうのは見てるって言ってたように、やっぱそういうのってすごい大事だなって思うので、本当に VR の1位は嬉しかったし、755のコメントもすっごい VR おめでとう、センターおめでとうとか嬉しいとかっていうので溢れてたから嬉しかったです。いつもタグ付けショルブじゃないインスタかな、めっちゃ嬉しいですよ。本当に嬉しいね、ありがとうみんな。やばい、メールにさショールームするよって書いてないからさ、ちょっとみんな見に来れてるか分かんないけど、てかあとすっごい女性ファンの方増えててびっくりしました。めっちゃそれもメンバーの中でなんかすごい話題になったんですけど、ね、やっぱ17期とかめっちゃ女の子のファン多いって聞くからさね、今は結構多いのかな。でもイコラブさんとかね、乃木坂さんとかも今は女の子のファンの方が多いのかな、すごく。ん、武道館の時ね、あ、ネモハモから増えたんだ。そうなんだ。ふみちゃんのこのファンの子が増えた。男性も女性も増えました。嬉しい。そういえば武道館女性多かったっけ。え、ね、だよね。めっちゃそうだった。ファンの間でも女性ファンが増えたって話題になってた。え、そうなんだ。イクラブ系、イコラブ系は女性をファンの方多いイメージ、うん、めっちゃそうだった。一回だけコンサート行ったことあるんですけど、マジで8割方女の子って感じ。でもなんかやっぱ女の子はやっぱ SNS の拡散系が多分すごい強いからね、女性ファンの方も増やそうっていうのは多分あったと思う。私自身に大きな変化は特にないかな。私は変わらずこちらかも多いですね。あー、ユーナモギヨンさんとかね、確かに。ね、武道館楽しかったな。本当に楽しかった。マジで楽しかった。水準タイヤドとかまたやりたい。インテリパスタとか。この間の僕対初めてビンゴ一番最後に言われた。そうなの。ね、楽しかった。ゆきりんさんのおかげですね。ありがとうございます、ゆきりんさん。めちゃ濃い味覚感だった。あ、波動、初めて行く楽しみ。あ、嬉しい。波動、みんなどうでしたか？波動？遠距離ポスターは二頭萌乃さんの衣装だったかな。女性受けのやったアピールの仕方も考えていいかも。うん、そうだね。卒業生の方は前田亜美さんが遠距離ポスター見たよって一
緒に踊っちゃったって声かけてくださいました。お、サムネイルも波動も行くぜ、やったー。波動皆さんよろしくお願いします。応援ね、梅田彩香さんめっちゃめちゃ美人でした。すごい緊張されてました。あ、かなちゃんもちろんあった。そう、かなちゃんはね、そう、最終日なら見に行けるって言ってて、でも最初まね、席がね無理だったから最初行けないってなってたんですけど、でも急遽席がね一個空いて、で見に行けるよってなって、行きたいって言って見に来てくれました。波動は27日です。10月の27。あ、そうそう、舞台前に偶然会った時以来です。サムネイル前日は HKT さんの幕張メッセライブで東京にいるのに、え、ライブってさ、それってさ大きなコンサート、それともなんていうんですか、善悪みたいなライブ、え、大きなコンサートだったら見に行きたすぎる。えみちゃん27、そう27です。アプリから応援してください。ぜひ、え、あ、何、もう普通の大きなコンサートなの、見に行きたい、え、行きたすぎる、言ってみようかな。あ、そうなんだ、私さ収録とかさするとさ、めっちゃ機材多いじゃないですか、収録とかって、めっちゃさ頭痛くなっちゃうんですよね。今日は久しぶりに巻き下ろししました。もうね、ちょっともう巻き取れてきちゃったけど、巻き下ろししました。編みたらししてもらいました。かわいい編みたらし、久しぶりに巻き下ろししたけど、やっぱいいですね、巻き下ろし。最近さしてなかったから、なんか木体とかってさ、私巻き下ろしよりもストレートヘアベースの方がすごいなんか似合う感じがして、巻き下ろし全然してなかったんですけど。こんにちは、こんにちは、機材で頭痛くなるってどういうこと？え、なんか機材が多いと頭痛くなるんですよってよく言うんですけど。バチバチメイクと可愛い髪型、ズバリ収録ですね。うん、収録でしたってメール送った今日。こんばんは、こんばんは。今日の編みたらしは三つ編み太めやね。そうそう、今日は細かい三つ編みじゃなくて大きめの三つ編みです。緊張、うん、なんかさ機材が多いとさ、なんか電気がいっぱい走ってるんだっけ、なんだっけ、そうそう、電磁波。なんか一回さ収録の時にさ、なんかめっちゃ頭痛いみたいな、私とくるみだっけな、がなってて、そしたら、あ、機材、あ、違う、舞台の時だ、舞台稽古の時に、マジムリの稽古の時にいっぱいさ、やっぱ音響さんとか音出したりするから、いっぱいいろんな機材が置いてあって、でその時にめっちゃ頭痛くて、稽古の時にっていう話をしてたら、そう、機材が多いと結構頭痛くなりやすいんだよねってのをスタッフさんに言われました。そう、
森さん収録ってこみちゃんツイッターに書いてました。うん、こんちくわこんちくわ。そうそうそう、今日ゆうもぎ供給多くて嬉しいですストーリーにそう朝載せた。この髪型この世で一番好き。本当？じゃあはい。今日はなるさんともいっぱい喋って笑って笑いました。笑ってる途中にお腹鳴ったんですけど恥ずかしくて笑い声でごまかした聞こえてたかな、お腹鳴ったっていう話したかな、その時に忘れたけど、一回もうお腹が鳴っちゃって鳴っちゃってでもいっぱい喋って一回ごまかしました聞こえてたかなねえ、なるさんの髪の毛めっちゃ可愛かった。髪色可愛い、超可愛い。どっちが好きかな、どっちも好きだけどな。今の髪色めっちゃ可愛い。え、黒ではないよね。でも何の髪色なんだろう。私もあの髪色したいな、めっちゃ可愛い。いぶりがっこ、いぶりがっこだっけ、いぶりがっこだよねの美味しい食べ方を教えてもらいましたその食べ方したい。なるさん、ね、なるさんに作ってもらいたいな。なんて言ってたかな、もう忘れちゃったクリームチーズとオリーブオイルって言ってたかな。オリーブ、ん？クリームチーズとオリーブオイルと塩コショウ、え？塩コショウはやってないかな。クリームチーズ、うん、美味しいよって言ってました。そう、一回食べたんですよ。なんかレッスン場に置いてあって、イブリ学校がで食べた時にどうだったって言われて、うん、ちょっと燻製が強かったですっていう話をしたら美味しい食べ方を教えてくれました。なるさんに作ってもらいたいな。そう、クッキング選抜一緒。私の髪色はなんだろう、なんか写真見せてこれでお願いしますって言ってやってるから、写真見せたらいいかも。私の写真を見せてくれたらこれになるかもしれない。同じ髪色いいよね、この髪色好きです。今の髪色色落ちするのがね本当に早いんですよ。ハーフ、私ハーフじゃないですフ暗くするか明るくするか迷うあやみん、どっち派？暗、わかんない。それはなんかその人によって似合う似合わないあると思うからあれだけど、女の子とかだったら断然茶髪、茶色い子、まあ、かわいいなって。ヘアメイクさんがやってくださいました。そう、久しぶりにね今日やってくださるヘアメイクさんで、久しぶりにいっぱいお話しして楽しかったです。いつもたくさんお話ししてくださるヘアメイクさんなんですけど、てかメイクさんみんなそうなんですけど、今日のメイクさんは久しぶりにお話ししました。最近季節の変わり目だから髪の毛めっちゃ抜けるんですよっていう
話と、あと私の髪の毛は乾燥しちゃうので、なんかヘアオイルと一緒にミルクもつけるといいよっていうお話とか、あとなんかサラメイクさん芸人さんがすごい好きらしくて、芸人さんのお話し会、お話し会じゃない、お話ししたりとか、あと何話したかな、あーご飯の話、ご飯の話もしました。髪色青にしたいけど会社的に無理。あ、確かにね、青は会社によって言われそうだね。でも絶対可愛い青って、可愛いじゃん、可愛いじゃん。暗めのブラウンいいよね。季節の変わり目で、なんこれワンちゃんじゃなくて、え、うん、そんなことない。季節の変わり目でね、まつげとかもめっちゃ生え変わったりするんだよ。そう、抜けたり。私今右目のまつげなんかね、この辺がねない、抜けちゃっててない。まつげがないです。コタスタイルっていうヘアケアいいらしい。コタスタイル何それ、めっちゃ良さそうね。てかさ、来週もさ、私公演の日にラジオあるんですよ。7時半からラジオで、ラジオが始まって公演前にツイートしないと間に合わないんですね、公演始まっちゃうから。だから来17日の日教えてください、皆さん今日ラジオだよって。ゆいりさんと旅したのはもぎさんです。ゆいりさんともぎさんと3人です。うん、そう、まつげ抜けちゃうの。なんかね、その話をまつげパーマしてるとこでしたんですよ。なんか今こっちのまつげだけなくて、ここら辺だけなくてみたいな、言ったら、あ、まつげもなんか周期で生え変わるんですよみたいな言ってました。こんばんは、こんばんは。えみちゃんは枝毛とかは平気なの？枝毛ね、今は意外とないかも。この前ちょっと毛先切ったんですよ。そう、そしたらなくなったかも。そう、もぎさん配信で言ってた時は忘れない気がする。前も言ったことあって忘れなかったし、忘れないかな。でも当日になってみないと分かんないからさ、やっぱ見て、ドラちゃん寝てるの可愛くない？お昼寝ドラちゃん。まつげ美容液ね、効くやつはめっちゃ効く。めっちゃ効きすぎて、私涙袋からまつげ生えてきました。めっちゃ効いちゃって、まつげそう、涙袋からまつげが生えてきちゃって、いえ、そこまで効かなくていいと思って。そう、それくらい。やばくないですか？涙袋からまつげ出てきたんですよ。めっちゃ邪魔です。メイクするときとかにさ、めっちゃそのまつげがあるからさ、涙袋メイクするときとかに、だから超邪魔になっちゃう。色素沈着ね、するやつはするから、それ変えたら色素沈着しなくなった。一回そのね、前に色素沈着しちゃうやつ使ってたときは、めっちゃもうメイクしてなくてもなんか涙袋に色がついてるみたいな、そうなっちゃっててやばくて変えました。それ教えて、頭に塗ってる。おもろい。なんだっけ名前、なんだっけ、あー忘れちゃった、忘れちゃった、なんだっけ、あ、今使っ、うん、あ、それは、あー忘れちゃったね。じゃあ頭に塗った
やばすぎ、みんな。それはもうあれしてください、育毛。育毛ってさ、髪の毛育てるの、髪の毛生やすの、それともあれみたいな感じ、マツエクみたいな感じ。もう10時過ぎましたか。かわいいよねこれ。あ、30分経ったのね。なあ、1時間くらいしようかなと思ってますので、皆さんぜひ、ヘイ、コメント欄コメントして。今でもナイトファンですか。はい最近はコンサートあったので全然終えてないんですけど、一人新しく加入したっていうとこまでは見てます、 SNS で。こんばんは、こんばんは。サウナで整うのってどんな感じ。なんか体の中のなんか悪いものが全部なくなる感じと、なんか体が軽くなる感じです。 AKB カフェ行きたい、めっちゃ行きたい。あ、そう、内藤さんはプロレスです。サウナいいですよ。コンサート終わってからね、サウナはちょっと行けてないんですよね。もうちょっとしたら行きたいなと思ってます。整うとポカポカするよね。そう、ポカポカする、めっちゃ。その服かわいいし、お気に入り、お気に入り。あ、てかさ、そう、新しいジャケットね買ったんですよ。アウターっていうの、ちょっと待ってね。なんかさ、一目惚れしちゃってさ、あんまりさ、洋服にさ、そんな高いお金出すことってあんましなかったんですけど、なんか高かったとしてもまあザラのちょっと高いなぐらいだったんですけど、初めてね、結構いいお値段するアウター買ってね、見て、じゃじゃーん、これマジで。そう、ストーリーで言ってたやつ、めっちゃ可愛くないですか。これ超お気に入りなんですよ、レザーのジャケットでね。ここ閉めても着れるんだけど、ここ全部ボタンついてて、ここ閉まってても着れるんだけど、ここちょっと開けて着るのが可愛いんですよね。こんな感じで、マジ一目惚れでした。これやっぱ白可愛いよね。そう、白のレザーって普通さ、レザーで黒のイメージがあったからさ、え、白可愛いみたいな。これいくらだったかな、14,000円とかだった気がする。高くないか、で私からしたら高いの私からしたらね、一着に14,000円出すなんてね、高い高い。自分へのご褒美、なんかその洋服買いに行った時に、もう絶対今日は洋服買うぞって思って決めていった日だったんですよ。あのさ、お話し会、元彼ですのお話し会の前かな、で絶対洋服買うって決めて洋服買いに行ったんですけど、
どこのお店見ても同じようなものしか置いてなくて、でそこのフロアに20店舗ぐらい洋服屋さん入ってたんですよ。だけどもう20店舗全部見てもファーベストとあのさ今流行ってるさアームウォーマーって分かりますか？アームウォーマーっていうのがあって、本当にどこ見てもそれしか出てなくて、え待ってみたいな。アームウォーマーはもうネットでもうちょっと安く買えそうだし、ファーベストは持ってるしなと思って、結局ゲットできなくて洋服をね。でも何かゲットしたいと思って、そんな時に出会ったのがこのレザーのアウターで、可愛くないこれ。あお話し会ではさすがにジャケット脱いでるかもしれないけど、ほらここ開いてんの、ここが開いてるのがマジで可愛い。そうでも閉めても使えるし、えどうみんな本当に可愛いのこれ。ゲッチュそうだし、これ多分ねここ全部閉めても可愛いと思う。全部閉めて普通にパンツとか履いても可愛いと思うんだよね。なんかなんていうの、超ワンピースじゃないけどめっちゃロング丈なんですよこれ。ロング丈だからこうやって普通に全部前閉めて着るのもあり、全然あり。レザーのジャケットナナさんとか着てそう、黒ナナさん着てるイメージ。ゲッチュー、ゲッチューしました。これショールームで一番最初に見せた、ショールームで。そうここ切れてる、切れてるっていうか開けられるの。でもここ閉じても使えるよ、切れるよ。そう、うん、わかる。奈々さん黒のレザージャケットに化け、わかる。で今日の可愛かった、今日の服は絶対ジュエティーだ、ジュエティーっぽいなって思う服着てました。みんながきっといっぱいスクショしてくれてると信じてさっきの空いてるバージョンも撮れた。そうこれです、これです。最近自分に買ったご褒美、ご褒美買うようなことはしてないんですけどね特に。そう本当にこれ可愛いの。私店員さんがえお似合いですみたいな、お似合いですって言ってくださったのでありがとうございます。それならってなんかさ、え皆さんも得意ですか、洋服屋さんとかで店員さんに声かけられるの。私さ声かけられてさ試着までしてその後断るのがいつもさ結構苦手でさ、一人、この時は一人で買いに行きました。本当にこれしつこいぐらいメールにこれから乗るかもしれないけど許してね。あ、わかる、イヤホンね。でもイヤホンしてても話しかけてくる店員さんって言いますよね。かわいいこれ本当に。こんな感じです。あっここ開いてんのがポイント。だからさ中とかさカラーもの着ても可愛いよね絶対。この中からピンクのさニットとかピンクのさ何なんかインナーとか見えたらさ絶対可愛いじゃん。黒でも可愛いけど、みんなのスクショ楽しみにしてるね。後で保存するから
え、うん、濃いめのピンク買い着たい。こういうこういう感じの。そう、インスタとかで最近自分に買ったなんか贅沢なものありますかみたいな質問来てて、長い膝ぐらいある。じゃんじゃんみんなのコメント、あ、質問に答えていくよ。やばい、単数夏服しか入ってないから今。あのディズニーの写真、あゆみちゃんの後ろ姿、そう、白い服着てる方が私で、隣が友達です。あれは去年の11月に行った写真だよん。メールで言ってたコアメのドラマ2話見た？見てない。結局その2話の日に1話が録画されてるの、お家のテレビで録画されてるの気づいて、え、なんか録画してあると思って、新しいドラマなんか見たいなと思って、そう、それでつけました。1話丸々見たんだけど、めっちゃ気になるのだけど、なんかちょっと若干怖くて、そう、それで2話は見てないです。尊敬しているメンバーは、ね、いっぱいいる、選抜メンバーさん、みんな。怖そうだけどあれ面白そう。え、でもね、気になる、めっちゃ。なんかあの川栄さんが出てるドラマなんですけど、そう、なんかまだ1話しか見てない。2話なんかで見れるのかな。でもなんかそのちょっと怖くてみたいな話をしてたら、2話以降はそんな怖くなかったよって言ってたので、ちょっと見たいなと思います。サムネイル村山さん推しと連番だから、みんなミンリー推しにしてくる。えー、よろしく。 AKB のお気に入りの衣装、難しいな。でも遠距離ポスターこの前来て結構ガチで好きかも。全てあと中継家の衣装好き、選べないな。シングルだったらなんだろう、何かな。 あれとかめっちゃ好き。シングルではないけど、紅白の衣装、違う、レコ大の衣装かな。レコ大の衣装、峯岸さんのさ、卒コンでオープニングで選抜が来てた衣装。ナミが配信でオーディションのこと話してますよ。ありがとう、教えてくれて。ニコニコ。笑点見たことある？それともいつも見てる？見たことあります。川栄さんは、え、直接でも単独コンサートの前々から私インスタフォローしてたんですけど、単独コンサートの日にインスタフォローを着てめっちゃ嬉しかったのを覚えてます、うん、遠距離ポスターめっちゃ似合ってた。遠距離ポスターガチで似合ってた。嬉しい。そんな、10日の夜公演ビバハリケーンで指さされて嬉しかった。また行きたい。あ、また来てね。あれでしょ、下手の時でしょ。違うかな、違ったの。自宅です、実家です。いつかめっちゃ池のハットをかぶってほしい。あ、あれレモンの、レモンのかな。あ、そうそう、ネイビーの、ネイビーの衣装ってほんとかわいいよね。17期の推しは橋本恵梨子ちゃん。サヤクロの衣装フェスって感じで好き。どれだろう、あれなんかさ、オレンジっぽいやつ、どれだろう。あゆみちゃんが好きな公演は、それと好きなユニットは、
好きな公園は一個に選べないな、全部好きごめん答えになってなくてごめん、全部好きです。僕の太陽も好きだし、サムネイルも好きだし、リセットも好きだし、レッツゴーも好きだし、全部好きですね。抱きしめちゃいけないのセンターのハット、あー、かぶってみたい。今からご飯なんだけど罪悪感しかない。全然大丈夫だよ。お、あのね、どうせご飯を食べるならもう美味しいって思って食べた方がいい。だってさ、もうやばいどうしよう太るって思って体重増えるよりは、美味しいご飯最高って思って体重さ、同じだけ体重増えるじゃん。で、美味しい最高って思って増えた方がいい。あ、そう、走らないとさんのやつはパジャドラ選びましたね、確かに。ではなんか、まあ、いろんな理由があってだけど、あ、めちゃイケって抱きしめちゃいけないのめちゃイケってことね。そういうことね、めちゃイケって言うんだ、初めて聞いた。暖房はまだつけてないで、こんばんは、こんばんは。抱きしめちゃいけないはね、あの単独コンサートでやって、今回はリカワの時は見てたんですけど、ズッキーと一緒に、これ単独コンサートの時新芽でやったよねっていう話をしました。抱きしめちゃいけない、いいよね。めっちゃモキさんが可愛かった、後ろから見てて。いや、もぎさんのダンスめっちゃ好きだなって思いました、このリハ期間で。綺麗。あ、明日からなんだね、はコラボの AKB 壁。でもあれですよね、リップグロスの選抜ですもんね、基本アクスタとかコースターとか。最近映画は一番最後に見たのはあれです、名前が出てこないけど、うん、最近は行ってないですね。 1,2 ヶ月前に行ったのかな、あれ1ヶ月前ぐらいかなに見ましたね。昨日の毛利さんの OG は分かったよみちゃん、あ、1番さんと4番さんだけ分かりました。前回の時は全員分かったんですけど、昨日は、こんばんは、こんばんは、えやみんです、ありがとう。髪編み込んでる、大人っぽい可愛さだね。髪編み込んでます、編み込んでるというか三つ編みたらしっていう髪型です。人形さんみたいに綺麗な顔ですね、嬉しいイエーイ、ありがとうございます。ワンピースどこまで進んだかな、もうね、全然最近見れてないんですよね、コンサート期間見れてなくて。サンジさんが登場してなんか戦った後いろいろ守ってめっちゃ泣けました、サンジさんのシーン、サンジさんの登場シーン、なんか過去のシーンが流れるところ。あゆみちゃんの完璧グーのね、可愛すぎたからもう一回見たいな、嬉しい。11グーのね、完璧グーのね、クソ序盤そうだよ、見始めたばっかなのでいや目が痛い。めみちゃんメンバーになる前の AKB の指名誰だったの、大島優子さん。
小島まこさんですよ。 AKB の推しメンは、私が AKB 好きになったのは小島由子さんです。きっかけはマジで小島由子さんの誕生日って10月17日ですよね。なんかロッカーの番号とかなんか鍵みたいなかけれたんですけど、暗証番号とか1017とかにしてましたそれぐらい好きでした。え、わかんないとか言って間違ったらごめんなさい。10月17じゃないっけ。そうそう、エビロテーナセンター嬉しかったです、すごく。こんばんは、こんばんは、高見菜さん推しでした。もうちょっとでゆうこさんの誕生日だね。あ、だよね、合ってる、そうだよね。この前の公演112番のロッカー使えば再選だった。え、ロッカーで決まるの？え、どういうこと、どういうこと。あ、私の番号選んでたら最善だったかもしれないってこと。あ、長友恵美暗証番号カミングアウトするそう、センターは公開フリーで以来。え、もっとなんセンター立ってますよ、何回か大声ダイモンドとかで小宮山チーム系の時にセンター立たせてもらったりとか。あのヘビロテにおわせなのかなと思ったら違う。一回もヘビロテにおわせしてない私。におわせしたとこでじゃないですか。あ、そう、ランナーズハイもセンターさせてもらってますし、すべては途中経過もセンターさせてもらってます。大きなところでって意味なのかな。あ、もっと田中さん推しです。田中さんいらっしゃいました、今回のコンサート。トムさんの卒業発表の日、ロッカーに入れてから並べばタイミングが一列ずれて一巡目だった。あ、そういうことね。なるほどね。ランナーズハイで肉離れになりましたね、どういう方AKB でヘミロテと小一のセンターって特別感あるよね。うん、なんか今回もしっかりとセンターって目立つ曲を選んでくださったみたいです。ヘビロテとかもさ、やっぱ目立つじゃないですか。私結構ずっと0番にいるし、だからセンターが後ろ行ったりとかちょっと左ずれたりとか右行ったりとかする曲は多分極力選ばないように、なるべくセンターがフューチャーされる曲を選んでくださったみたいです。でヘビロテーションでした。あ、そうね、公演最前も復活しましたし、なんかさ、え、もうかえ最あえ最前あるの、最前にファンの方がいるのといないのじゃ全然違います。そう、なんか照れちゃう近いって。スタバでハマってる飲み物、ないかも。ほうじ茶だ、ずっとほうじ茶飲んでたから。今最近は飲んでないな。カフェの飲み物探し中です。でも今日はドトールの豆乳抹茶飲んだんですけど美味しかったです。はじめまして、はじめまして、ののちゃん、ののちゃんっていうの、ゆずかちゃん推し、ありがとう昔一回だけ再選ある、お、いいですよね、再選、再選見たい、再選いいですよね2回言っちゃった、同じこと再選でうちはくるくるするとすぐバレちゃう。うん、でもうちはくるくるはもういいと思う、だってもうバレてるもんみんなそう、もうバレてるからいいんですよ。でホワイトモカってはさ人気ですよね。ホワイトモカ飲んだことないんだよね。
飲んでみたい。ホワイトモカってさ甘い？甘かったら飲めるけど苦かったら飲めない。明日劇場行くよ、あやみも出て。そんなこと言われても明日何公演なんだろう。私はあさ、うん、しあさって出ます。ほう、ちょ出ないと思ってたから嬉しい。前回さ出たからさ出ないのかなって思ってた確かにネグレンジャーホワイトモカだけど、ホワイトモカなんてことありません。甘い、苦いの苦手だったらショット少なめがいいよ。ショットっていうのは少なめの方がいい。キャプテンがコーヒーチャレンジしてて飲めるようになってて、あ、ね、なるさんね、もうブラック飲めるのかな。だとしたらすごい。ホワイトモカにヘーゼルシロップ入れてみて。なにそれ美味しそう。みんなのおすすめとか聞きたい。公演とかゲネプロで最前見ないの？最前はね、いけないんですよね。なんかセンターブロックは基本関係者の方が座ってて、で上下の最善とかも親御さんが座ったりするから、なかなかね。マリコ様にの、篠田マリコさんにの美人だなと思ってました。嬉しい。たまに言っていただけます。そんな、私もショートにしようかな。どうですか？今叩かれそうだからやめよう。嬉しいです、ありがとう。髪切りたくなっちゃう、そんなこと言われたら。昨日もインスタグラム見てて髪切りたいって思っちゃった。たまに予約席になってるのはそういうことか。ゲネプロは多分違う。いや、普通の声の予約席はまあ、誰かの関係者の方が見に来たりとか、なんか事務所の方が見に来たりとかかな。ショートねしたいけどね、もう AKB にいるうちはしない気がするんだよね。やっぱヘアアレンジができる長いのを選んじゃいますね。ショートは多分やめて、卒業したら私すぐショートにする思想てか絶対ショートにすると思う。大丸さんはね、これから行く予定が、そう、行く予定作ってるので早く行きたいですけど、そう。大丸東京店行きます。そう、私ね、リップ紹介させていただいてるんですけど、みんなリップ買えないじゃないですか。なかなかね、そう、ちょっと難しいけど、女の子さんはもしよかったらポーラリップ、あやみのサイン見たいのでその後で。優しい。何年か前のショートめっちゃかっこよかったから、またショートを見たいな。嬉しい。卒業したらすると思います。エミンがおすすめしてくれたローソンのほうじ茶飲んだよ、美味しかった。めっちゃ美味しいよね、あれ。本当に美味しいの。ママに買ってきてもらう約束をします。私の飲み物をいっぱい飲んだからそう、ほうじ茶買ってきてくれるって言ったので、自分で買いたくても買わずに我慢してますね。リップは買えないでしょ、やっぱし。お、昨日誕生日でした。誕生日おめでとうございます。ローリーズさん、高校の長友キャプテン時代はショートでしたか。あ、中学ですけどショートじゃないですねロングでした。私昔あの AKB に入ってから一回髪短くした時あるじゃないですか。あれが人生で、まあ、赤ちゃんの時とか抜いて
人生で一番短い時です。遠距離ポスターのさ、衣装の昨日インスタのストーリーに載せたんですけど、そしたらみんな似合ってるとか、もっと見たいってコメントくれて嬉しかったです。載せますね、遠距離ポスター。ひなしゃもこの前もらいました。なんか最後みんなでさなんかね、最後ねこうやってやって終わるんですけど、遠距離ポスターでも絶対ゆきりんさんが抜かれてるって思うじゃないですかって思うから、なんかとかウィンクとかして見ちゃったんですね、遠距離ポスターの最後なんかわかんないけど本当にテンション上がりすぎて、あの時の私絶対いつも曲中とかにウィンクしないのに、なんか私たちって普通にこうやってやって最後こうやって終わるんですけど、ゆきりん言った、ゆきりんさんはこうやってやった後になんかねちょっと上から人差し指を下ろしてたんですよ。めっちゃね、そうレッスンの映像を見て研究してたんですけど、でこうやって上からこうやって下ろしてるんで、ゆきりんさんを下ろしてるんですけど、私もその真似っこをしたんですね。でも絶対ゆきりんさんが抜かれてると思って、なんかこの勢いでウィンクなんてしちゃって、その日でそしたらひなしゃもらったんですね。いやゆきりんさんのアレンジっていうか、もう多分それが元の振りなのかな。てか思った、やっぱねゆきりんさんってマジですごい、本当にすごいなって思った。なんか一回さ、ビンゴの時かな、なんかゆきりんさんってアレンジが強いみたいな、アレンジの癖が強いみたいなので取り上げられてたことあったけど、違う本当に近くで見てたらね、すごい、もう一個一個が可愛く見える。なんか首の角度とかもう全部真似しましたもんもう本当にすごいなって思いました、近くで見てたら。もう遠距離ポスター、あの遠距離ポスターの一曲でさそう思うんだからさ、すごいことだよね。そうね、何が言いたいかって、そのひなしゃをもらったんですよ。でこうやって遠くでね抜かれてっていうか、全員写してくれてる写真で、最後のこうやって終わってるところね。で私がもう一生懸命こうやってウィンクしてるのがなんかそこの写真に写ってて、うわーもうこれひとみさんもいてみゆさんもいて、めっちゃ最高の一生の宝物にしたい写真なのに、マジで自分の顔がもうやばい、もうなんかもう一生懸命ね、目痛い大丈夫みたいななってて、うわーって思ったけど、そうひとみさんとも初めて一緒にできた曲だし、嬉しかったからしっかり保存しました。もう自分のね写真顔はちょっともうぶっちゃけ大丈夫、もうぶっちゃけいいやみたいな。そうひとみさんと歌えたのも嬉しかったな。普段ね一緒に立てないからさ、やっぱチームも違うし、そうみゆさんはねいつもチーム一緒で一緒にステージ立ってたり、他のみんなも一緒に立ったりしてるんですけど、ひとみさんとゆきりんさんはね立てないからさ、めっちゃ嬉しかった。ほんと遠距離、その遠距離ポスターの写真一生見ちゃう嬉しくて。いや、ありがたいことだなって思います、本当に。一生もの一生大切な写真。
そんな感じかしら。まだなんかありますか、質問待ってますよ皆さん。あ、もう全然1時間経ってたね全然1時間経ってました。やっぱ喋ってるとあっという間だね本当に。じゃあそろそろにしようかな。あ、モバメ無料キャンペーン、あー、やそうだね、 AKB って来てるからほうだね、もうすぐで。でも今度モバイル会員さん限定公演だから、あ、そっからなのかな、もしかして、もしかしてだけど。晩ご飯はね、なんかお弁当のチキン弁当みたいな。明日は夜無しないと思う、ごめんよ。じゃあ最後にスクショタイムしますか。じゃあその間にランキング読もうかな。あれ、いつも先に写真撮ってるっけ。先に写真撮ろうか。私のメール撮ってないって人はぜひその無料期間で撮ってくれたら嬉しいです。すでに撮ってくれてるのか、ありがとう。はい、チーズ。クラナーチーム4全員のメンバー取ったことある、 Y 的にはナンバーワン長友 ML、 嬉しいですって皆さん。横顔次は次は次はカオハート。柏木さん好きだから長友さんとのツーショットは嬉しい。二人が選抜で活躍する日を目標にする目標に応援するぜ。ありがとう、嬉しい。私も一緒にユキリンさんがいる間に。みんな次は何でもいいって感じ、ポーズ何でもいいよね、そりゃ。私ね、エミのまばたきとスクショのタイミングめっちゃ合っちゃうの、だからスクショ目つぶりがおめ、あ、もう一回やってほしいポーズだったら全然言って。ニコニコー、レザーの乗せてくれる？乗せてください、それも痛いから。モバンメは平均4通、でもね、5通は送りたいと思ってるの。でもなんか特にノルマとかなく、なんかもう送りたい時に送ってみたいな感じです、基本。家族がまだショールーム終わんないのみたいな感じで見てきました。好きすぎて好きすぎて
好きすぎて、もう僕は君がいい。指ハートでウィンクして、さあさあさあランキング読んでいきます。13位、ギフミンさん、ありがとうございます。12位、フォレスト系男子さん、ありがとうございます。11位、カモンさん、ありがとうございます。10位、ユウスケさん、ありがとうございます。9位、高野守護神さん、ありがとうございます。8位、モジャ、ありがとうございます。7位、てるてる坊主さん、ありがとうございます。6位、アルミストさん、ありがとうございます。5位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。4位、パタパタタカヒロさん、ありがとうございます。3位、なぎさちゃん、ありがとうございます。2位、 HK さん、ありがとうございます。そして1位、せいいちさんです。ありがとうございます。では皆さん、今日も配信見てくれてありがとうございました。いつもメール読んでくれたり、ツイッターコメントしてくれたり、本当にありがとうございます。ツイッターね、いいねとか、さ、今日もね、さ、今日の収録でもツイッターの話がやっぱ話題に上がってたのでやっぱ期間に入ったこれからもいいねいいね、いいね、やリツイートやリプとかしてくれたら嬉しいです期間に入っちゃった。では皆さん、またね、ありがとうございました。バイバイ。みんないつも応援してくれて本当に本当にありがとうございます。みんながいるから頑張れてます、私。なのでこれからもよろしくお願いいたします。これからもみんなの一押しでさせてください。ではみんな、夜遅くなのにありがとね、見に来てくれて。告知も全然できてなかったのにありがとう。ではまたね、バイバーイ。もしよかったらツイッター、インスタのフォローよろしくお願いします。おやすみ。バイバーイ。ありがとう。